皆さんこんにちは。ガジェット系中学生 YouTuber の Y さんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今週の Y ラジということで、適当に話していきたいと思います。本当は生配信でやろうとも考えていたのですが、近いうち生配信でやっていこうかなと思います。ですので本日は録画ということでやっていきたいと思います。今週1週間いろいろなことがありまして、まずはワクチン2回目を打ちました。次の日に熱が出てきまして、最高 38.6 度まで上がりました。やっぱり結構辛くて2日間ぐらい寝込んでしまいました。ですので今週2日間ぐらい稼働できない日があったので、ちょっとしんどかったです。このワクチン2回目接種し終わったらもう楽なんでね。それは無事終えてよかったなと思います。先週は長崎にいて、生配信もしたのですが、生配信定期的にやりたいなと思っています。そしてサブチャンネルを開設しました。サブチャンネルはこういったガジェットの動画を上げていくのではなくて、僕の日常の動画であったり、今回みたいに旅行に行った際などの動画を編集して上げていけたらいいなと思っています。このメインチャンネルとはまた違った編集でお届けできたらいいなと思っています。いろいろガジェット以外の動画でサブチャンネルは稼働していこうと思いますので、概要欄にチャンネル貼っておきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。このマイク久しぶりに、本当にこのマイク全然使ってなくて久しぶりに稼働したのですが、これからこういったマイクも使っていけたらいいなと思います。よりラジオ感が出てワイラジということで、これ使っていきたいと思います。ソニーのマイクなんでね、そんなに高価な商品ではありませんが、マイクがあった方がいいと思いますので、マイク導入しました。あとは今週何かありましたかね。そうですね。アップルイベントがありました。アップルイベント、今回はMacBook Pro と AirPods 第3世代、そして HomePod Mini、 この3つの製品が出たと思うのですが、僕は HomePod Mini 購入しようかなと思っています。やっぱりこういうレビューする側ということで、新色を購入しようかなと思っています。ホワイトとブラックなら今もう購入することできるのですが、ブルーを購入しようかなと思っています。やっぱり新色がいいですよね。MacBook Pro 新たに出たと思うのですが、やっぱりかなり進化してるなとは思いました。 M1 Pro と M1 Pro Max、 間違えました、すいません。 M1 Max という新しいチップということで、本当にインテルのチップとかを通り越して本当に世界最強のノート PC ということで、とてつもない進化なんじゃないかなと思います。そしてMacBook Pro にはタッチバー配置されましたし、これから新たな時代に突入するのではないのかなと思います。そして AirPods 第3世代ですね、前から言われた通り、もちろんノイズキャンセルの搭載はありませんでした。ノイズキャンセルが搭載されていたら結構購入しようかなとも思っていたのですが、ノイズキャンセルないということで今回は見送ろうと思います。やっぱり外部取り込みとノイズキャンセルの性能って本当に日々使ってて感じて、僕もう一個普通にこのタオトロニスクのイヤホンも使っていますが、外部取り込みなどありませんが全然違うんですよね。 AirPods Pro ノイズキャンセル外部取り込みつけてるのと何もないというものは本当に結構違います。もうノイズキャンセルとかに慣れてしまっているので、やっぱりノイズキャンセルとかは搭載してほしいなとは思います。あとは何かありますかね。今週も結構たくさん動画撮ったので、また来週から上げていけたらいいなと思っています。また11月になったら頑張って毎日投稿もしてみようかなとも思ってもいるので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。本当に絶対来年中にはチャンネル登録者数1000人を目指そうと思っているので、よかったらチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。本当に YouTube って難しい世界ではありますけど、いろいろたくさん動画上げていけたらいいなと思っています。
本当年末にかけてガジェットいっぱい買っていこうと思いますので、またちょっと前みたいなたくさんレビュー動画上げていこうと思っています。やっぱり僕はガジェット系 YouTuber ということで、やっぱりガジェットの紹介なのかなと思います。年が明けたらまた一人旅もしてみたいなと思いますので、そこは楽しみにしていただけたら嬉しいです。またホテルから配信などもしていけたらいいなと思っています。そしてこの間プレゼント企画も当選者発表したと思うのですが、そろそろ当選者の方にお送りしようと思うので、もう少し待っていただけたら嬉しいです。そんな感じですかね。もう10月も終わって、次11月が終わったらもう本当に12月で、今年1年も終わるということで、本当に2021年短かったです。本当にこのウイルスが始まってからめちゃくちゃ時が経つのが早いです。1日が本当に一瞬で過ぎ去ってきます。気づいたら1週間2週間過ぎていて、結局1ヶ月経っていると。本当に時の流れ早いなと思います。時の流れ早いですが、僕も目標に向かって頑張っていきたいなと思います。今回ワイラジ短かったですが、今日はこの辺にしておきたいと思います。やっぱり生配信でやった方が視聴者の方のコメントを読みつつ話すことができるので、そうしたら結構長時間やることができると思うので、また生配信やりたいと思います。本日もこのワイラジ聞いていただきありがとうございました。これから頑張ってまいりますので、よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。1週間お疲れ様でした。